一度財産がショートしそうになった時がある。当時のビジネスパートナーが数億の負債を作った。僕のお金も全部使い込んだ挙句にだ。あの時は正直参った。それをクリアするためにすぐ動いたが、なかなか解決する糸口がつかめなかった。だがその話を僕の親友 N がどこからか聞きつけた。そのビジネスパートナーのこともよく知っていた。で、彼が言った。僕が彼を止めていれば塞げていたはずです。だから、これは僕の責任でもあります。いや、彼は親友ではあるが、僕の会社の経営には関わってはいない。彼の責任など、一かけらも存在しない。だが翌日、1億持ってきた。キャッシュで。いくら親友だからとしても、さすがに受け取るわけにはいかない。これは受け取れないと断る。その彼はこう言った。僕の会社が上場する頃、ガクトさんはつなげるだけの人脈を僕につないでくれました。今僕の会社があるのは、ガクトさんのおかげなんです。ガクトさんがつないでくれた人たちによって、形成されている僕の今がある。だからこのお金は、そんなことに比べると、大したお金じゃないんです、と。彼の言葉を聞いた時に涙が出た。気持ちを素直に受け取った。このことがきっかけとなり、損失を立て直すことにもそこまで時間はかからなかった。今でも彼はかけがえのない親友だ。彼が僕に対して何かをお願いしてくれば、内容は一切関係なく、僕は分かった。としか言わない。本当の仲間が困った時は、僕も、わかった、何をすればいい、と聞く。仲間たちからもらったもの、その考え方と人との向き合い方を、また別の仲間につないでゆく。そして、僕は一生かけて次の世代にもつないでゆく。強い仲間はいずれファミリーとなる。家族とファミリーには大きな違いがある。家族とは自分の血のつながりのある関係。ファミリーとは自分のために、相手のために血を流せる関係。この差は大きい。